ガチャピンです。はい、来ました。審査受かりましたんで、もう今日やります。もう速攻やるっていうね。しかもね、この収録する前になんかね、さっき公開したんですけど、もう一人いてました。あざまーす。びっくりですね。即入会してましたね。なんですかね、なんでだろう。まあありがとうございます。もうすでに1名います。はい。まあちょっと LINE の方でも流しますけどね。で、今日の、まあ、21時ですね。これもうメンバー限定の、ライブになります。だからもう信者の集いでございます。はい。21時から1月16日本日の21時から限定ライブやります。まあ人数によって、まあ視聴してくれてる人数によってはあれですけど、大体まあ1時間から、まあ盛り上がり見たら3時間、まあでも僕潰れちゃうんで1時間から2時間ぐらい、この間でライブはやろうと思ってます。まああとは僕のその致死量ですね。お酒の致死量次第です。途中でくたばるかもしれないですけど。で、今日、まあ、開局、金麦研究所開局記念として、これね、月1回ですね。最低月1回の、あとね、ちょっと考えてるのが、月1回の、ライブですね、メンバー、月1回のメンバー、最低保証ですね、メンバー。で、あとはライブに参加できなくても多分おそらく後で見れると思います。まあちょっと僕も初めてやるんで、多分ね、メンバーに入ってると、まあ、YouTube のライブ、一般ライブもまあ後で見れるじゃないですか。だから、まあ参加できなくても、この配信どんなことやってたのかってメンバーになれば見れると思います。で、まあ月1回のメンバー限定ライブですね。で、あと僕がちょっと思いついたんですけど、これライブしてるじゃないですか、メンバー限定で。で、まあ、記憶が覚えてれば、まあ、メモしますけど、そのライブ中に、なんかこんな、吉田さんこれどうなんですかみたいな。なんか、これちょっと教えてほしいとか、なんかこういうのどうなんですかっていうやつが、質問が上がってきたら、まあ、お酒が抜けた次の日とかにメンバー限定で、まあ、昨日ライブやったらこんな、なんだ、質問があったんで、まあ、それに対してメンバーに向けて限定公開の動画を作ってもいいかなっていう。まあそれはまあやりながらですね。まあまだ一回もライブやってないんで。まあ一応考えてるのが、メンバー限定のそのコンテンツですね。メンバー限定のコンテンツ。まあいくらでも僕動画撮れるんで。で、そのメンバー限定のコンテンツっていうのは、そのメンバー限定ライブで上がってきたやつをこう抽出してコンテンツをこうやろうかなと思ってます。まあ月1回だとちょっと寂しい部分あるじゃないですか。なんで、まあこれも上がってくればね、まあライブしてみてですけど、まあこれはまあちょっと保証はしてないですけど、多分やると思うんですけど、まあここはやります、月1回ね。はい。で、今月は今日、まあ開局したので、勤務研究所開局したので、まあちょっと多めにやります。で、今日の夜はやるでしょ。で、明日は夜コンサル入ってるんで、多分ね、また火曜日にやると思います。またやるときは必ず番宣しますんで、この日の何時からやるよっていうのは必ず番宣させていただきますんで、そう。で、次はね、多分ね、まあ確定ではないですけど、多分1月19日の火曜日ですかね。これ大体僕考えてるのが21時ぐらいからやろうかなっていう。まあ、あんまり遅すぎるとね、あれっていうのもあるんで、まあ、21時ぐらいからやろうかなと思ってます。はい。まあ、21時だったら起きてるでしょ。どうですかね、大人で。いや、吉田さん、21時に僕寝るんですよっていう人も多分あんまりいてないと思うんで。まあ、あとは仕事やられてる方とかは、まあ、今、まあでも在宅ワーク多いですからね、どうなんだ。まあ、とりあえず21時から。か22時とかかね。21時がいいんじゃないかなと思うんですよね、時間的に。まあ、その23時ぐらいに寝たいっていう、まあ、その、
0時以降、ね、前に寝たいっていう人もいるじゃないですか。まあ、僕はもう大体0時回って寝るんであれなんですけど、これだったら2時間やっても23時には終わる。だから金曜ロードショーみたいな感じですね。金曜ロードショーとかもね、21時からやってるじゃないですか。まあイメージとしてはこうなったんですね。はい、金麦ロードショーです。はい。はい、まあそんな感じですね。今日の、で、この YouTube の下にね、メンバーになるリンク入れておきますので、月額で390円ですね。まあいつでも大会できますんで。で、大会の仕方が分かんない場合は、すいません、メンバーシップスペース大会の方法みたいな、あ、俺それ動画作ろうかな。まあちょっと、回りそうですね。大会の方法みたいなね、どうやって金麦研究所から大会すればいいのかっていう動画も撮っとこうかな。あと撮ります、まあ、撮りますけど、まあ、調べていただければその大会する方法とかいっぱい出てるんで、なんかいつでも解約はできると思います、うん、で月額で980円ですね。あ、390円か、はい、1ヶ月390円の席料ですね。席料高いかどうかは、高いと思うか思わないかはあなた次第。いやー、吉谷さん、吉谷に390円払うんだったら女の子に1万円払いたいですよっていう方は、女の子に1万円払ってキャバクラ行ってください。まあ少なくても、まあ、お酒飲んでね、いろいろこうなんだ楽しくやりますけど、まあ、質問があればあのちゃんと回答もしますし、うん、まあそのちやほやは女の子からのソフトタッチだったりとか、女の子からのもよいしょのちやほやはすいません提供できませんけど、まあ、違う部分は提供できると思います。キャバクラに行くのか、金麦研究所で390円落とすのか、あなたの人生を変えるどっちの率が高いでしょうか。いや、こっちでしょ、こっちでしょ。まあ、高いですからね、しかもね、キャバクラ多分。僕あんま好きじゃないですけど。うん、はい、あれね、なんか、しかも指名しないとね、ぐるぐる回るじゃないですか。あ、なんなのみたいな。すいません、みたいな。なんか盛り上がるじゃないですか。盛り上がったら、あ、すいません、席外れます、みたいな。結局金買い、みたいな。いやー、あのシステム何なんですかね。僕ね、ほんと申し訳ないですけど、キャバクラはね、ちょっと苦手なんですよね。うん、まあまあ、それがめっちゃ好きっていう人もいるので、まあそれはそれでいいと思うんですけど、僕は嫌いっていうだけで、まあ好きじゃないっていう。うん、はい。ということで、まああとね、コスパもね、いいんじゃないかなと思います。まあ、金麦ね、なんか外で飲むと、まあ一人飲みしても1000円はかかりますよね。どうすか。まあ本当におつまみちょっと頼んで一杯行くだけでも、多分まあおつまみ2品とかでしょ、お通し出るでしょ、でビール1杯でしょ、多分1000円はかかるでしょ、安いと言っても。うん、まあ安くないですか。であとはまあこれで、まあ自分も金麦飲めばね、宅飲みの方がまあ絶対安いですから。はい、ということで、ここに価値を感じさせるのが僕の仕事なんで頑張りますけれども、金麦研究所ね、このチャンネルの登録者数、なんとこの再生数で YouTube さんがね、お前メンバーシップやってもいいぞって言っていただいたので、やるしかないだろうと。ようこれ許しましたね、 YouTube さんね、ありがたいですよね。この再生数とこのチャンネル登録者数で、あざーす、YouTube 様、Google さん、ありがとうございます。やらせていただきたいと思います。はい。まあ、多分ね、面白くなるとは思うんですよね。あの、本当にファンの人、信者の人しか、まあ、ここには参加しないと思いますんで、お金払ってまでね、お前のライブ見たくねえよって話じゃないですか。嫌いな人はね。なんで、まあ、面白くなると思うんですけどね。なんか、ちょっとワクワクしてますよ、今から。どんな人、もう、だって一人も、一人入ってましたからね。マジでみたいな。早っみたいな。そう。だからまあまあ僕のまあそのちょいちょい金麦研究所は番宣してたんですけど、まあ、3人ぐらいはね、実際に入り、もう即で入りますって言われてたんで、だから0人はないです。まあ少なくとももう1人入ってるんで。今日の21時。今日はね、もしかしたらね、盛り上がり次第ですけど、
4時間ぐらいやっちゃうかもしれないですね。盛り上がり次第ですよ。まあでもね、潰れそうなのは途中で寝配信になるかもしれないですけどね。前あのハイボール研究所やってた時は2人でやってる時とかは僕寝てもな、モーリーとかね、マサキングがね、こう喋ってくれたりとかしてたんで、こんなのであと頼むみたいなねやってましたけど、じゃあ1人なんで、うん、じゃあ僕くたばると寝配信になりますから、まあ、それはちょっとあれなんで、はい、じゃあこの YouTube の下にそのメンバーシップのリンク入れときますので、興味がある方はこちら390円、月で390円ですね。吉谷さん390円払ったら飯食えなくなってしまいますよっていう場合は絶対払わないでください。まあ逆に言うと390円払って飯困るとか生活困るっていうことであるならば真面目に働いてください、はい、これはちょっとすいません、真面目に働くしかないですね。まあなんか中学校のお小遣いの方が高いんじゃないかなみたいな、まあいいや。じゃあ番宣はこの辺にしときます。今日の21時からやりますのでよろしくお願いします。この下にリンク入れときますので、決済しましょう。では。